初めて渡ってきましたフランシスコ・ザビエルが出ております。そのザビエルを出したイエズス会の本部です。こちらにはイエズス会創立者イグナチオ・ディロヨラ、東京にはイグナチオ教会というのがありますが、そのイグナチオと言いますのは、スペイン人でロヨラという町の出身で、イグナチオ・ディ・ロヨラと言いますね。その方がイエズス会の創立者、初代の総長様になってまして、同じ時代